ミステリークレイフィッシュは、単ため生殖をするザリガニ。アメリカ合衆国南部原産のスローザリーガニと近縁。日本では、行政機関も含め一般に、ミステリークレイフィッシュと呼ばれている一方、日本国外の学術界、ペット業界では、大理石模様のザリガニを意味する英語の、マーブルクレイフィッシュ、またはドイツ語の、マーモクレブスの名称が使われている。非公式な学名として、 プロキャンビルスファラックスフォルマバージニリスが暫定的に与えられており、スローザリガニの変異体という位置づけである。ただし、原種のスローザリガニとは生殖隔離されていることから、独立種にする説もあり、その場合の学名は、プロキャンビルスバージニリスとなる。オスが存在せずメスだけでたんため生殖するザリガニであり、スローザリガニと禁煙に当たる。 三倍体、つまり三組の染色体を持つ生物であることが確認されている。十脚目でタンたタめ生殖が報告されたのはこのザリガニが世界初だった。現在判明している限りでは、このザリガニは1995年にドイツで取引されたのが最初だった。フランクフルトで開催されたフェアでアメリカ産の昆虫や無脊椎動物を専門とする業者が テキサスクレイフィッシュという名前で分類不明のザリガニの群を出品していたという。このザリガニは愛好家のもとで急速に増加し、ドイツのアクアリウム愛好家へ、後に業者やペットショップへと広められた。ドイツの生物学者とアクアリウム愛好家がこのザリガニについて最初に記録した。ドイツで2001年に出版されたアックウェリスティック・オクチエルでは、 ンため生殖をする原産地不明の未知の10脚目として研究され、2003年にゲルハルト・ショールツらがネイチャーに掲載した短報が最初の学術的報告となった。この短報ではこれまでに報告例のないンため、生殖を行う10脚目であること、アメリカザリガニ科に属し、スローザリガニと近煙であることが示された。 2017年の Nature Ecology and Evolution では世界中のミステリークレイフィッシュは共通の一個体を起源に持つ単一のクローンであると示唆された。また、対立遺伝子の解析結果から3組ある染色体のうち2組の染色体の遺伝子が一致した AAB の遺伝子型であることが示されており、2組の染色体を持つ2倍体 AA の 配偶種から生まれた可能性が高いとされている。判別には、マイクロサテライト DNA 解析などの遺伝的手法、もしくは、メス単体での放乱確認が必要である。禁煙であるスローザリガニと区別できるような外見上の違いは2017年時点では確認されていない。スローザリガニと禁煙のザリガニであり、金沢大学の西川牛尾によれば2017年3月時点では、 スローザリガニのタンタメ生殖体とみなすのが主流だが、スローザリガニとの間に生殖隔離機構が確認されていることから独立した新種として認められる可能性もあるという。2010年、ピアー・マーチンらは暫定的な学名として、プロキャンビルス・ファラックス・フォルマ・バージニリストを命名したが、 ホルマは1960年以降に出版された国際動物命名規約には掲載されておらず、2017年にジャーナル・オブ・クラステーション・バイオロジーに掲載されたキース、A. クランドルとサミーでグレーブが最新のザリガニの分類について述べた要約ではアナベイラブルネーム、つまり利用できない学名だとされた。一方、2015年にギュンター,ボー・ボークトラは本種を 独立した新種とみなして、プロキャンビルスバージニリスという学名を提唱し、フランクリコは2017年12月に、ズータクサに掲載された論文で、スローザリガニと生殖できないこと、遺伝子学的に差異があることを根拠に、ミステリークレイフィッシュを新種プロキャンビルスバージニリスとして記載した。2003年のネイチャー探訪より作成。長谷川の,のモデルを使用して2つの遺伝子、 コックス1と MTRNR1 を解析した結果から作成されている。東京港に青白いマーブル模様が見られる。ただし模様が茶褐色の個体も確認されている。出生後250日で生成熟して繁殖可能になり、単ため生殖、つまりメスだけで産卵し増殖することができる。水温が摂氏15度で繁殖を停止する。 形態上の違いは2017年時点では確認されていない。生成熟するのは出生後250日でスローザリガニと差はないが、生成熟時点での体重はスローザリガニのメスの約2倍に及ぶという報告がある。また、放乱数もスローザリガニより多く、スローザリガニの最大放乱数が130個であるのに対し、 ミステリークレイフィッシュの飼育個体では731個、野生個体では724個とスローザリガニの約5.6倍に及ぶという報告がある。ペット用のザリガニとしては、フロリダハマーと、並びヨーロッパ、北米、日本で人気があり、広く流通している。天然水域でのミステリークレイフィッシュの生息が報告されたことのあるヨーロッパの国を赤で示した。地図外でも、 アフリカでは、マダガスカル、アジアでは日本で報告がある。ミステリークレイフィッシュは、ヨーロッパでは、イタリア、ウクライナ、オランダ、クロアチア、スウェーデン、スロバキア、チェコ、ドイツ、ハンガリー、ルーマニア、それ以外では、マダガスカルと日本の天然水域で生息が確認されたことがある。ザリガニ類は一般に雑食であるため、大量増殖すると、 淡水生態系や水筒農業に影響を及ぼす可能性が指摘されている。ミステリークレイフィッシュは炭ため生殖する、つまりメスだけでクローンを作って増殖することができ、また繁殖力が強いことから一個体だけでも野外で増殖して在来生態系を脅かす可能性が指摘されている。実際、温暖な地域では非常に 高密度に増殖した例が報告されており、例えば食用目的で導入されたマダガスカル島では水田、水路、養魚池などに非常に高密度で定着していることが確認されている。また、ミステリークレーフィッシュを含む北米産ザリガニはいくつかの病気の保菌者となることが知られており、これらの病気を拡散させてしまう恐れがある。例えば、ザリガニペストの通称で知られる。 アファノマイセスキンは世界の侵略的外来種ワースト100に指定されており、これに耐性を持たないヨーロッパ産ザリガニや日本ザリガニなどに感染して大量死を引き起こすことがある。また、白斑病は様々な10脚目に感染することが確認されており、在来甲殻類に深刻な被害を引き起こしたり、エビアカニの養殖に重大な被害をもたらしたりする可能性が、 指摘されている。一例として、スウェーデンではミステリークレイフィッシュに限らず国外産のザリガニの輸入は法律で禁止されている。また、日本ではミステリークレイフィッシュを含むアメリカザリガニ科のほとんどが未判定外来生物に指定されており、輸入には環境庁への届け出が必要である。ミステリークレイフィッシュの名称は、 当時、オスと未コウでも繁殖する状況を発見した愛好家がミステリーなザリガニがいます。といったことに橋を発していると言われる。当時はメスだけで増えるザリガニは考えられないことであり、持ち原ではないか、コウを確認できなかっただけではないかとの声もあった。1996年頃にミステリークレイフィッシュと思われるザリガニが、 アフリカザリガニの名称で流通していたという証言がある。また、2001年5月頃にザリガニ愛好家のジャパンクレイフィッシュクラブで広く知られるようになったという証言もある。日本では熱帯から温帯にあたる地域が生息に適していると推定されているが、スウェーデンで定着が確認されており、日本でも札幌市で採集されたことがあるので、北海道のような冷水域でも定着する。 可能性がある。天然水域では2006年に札幌市、2016年に松山市で最終報告があり、松山市は日本全体で2例目、西日本では初の最終報告である。ペットとしての流通期間に比べて報告数が少ないことから、西川牛浦はアメリカザリガニと見間違えて未報告になっている可能性を指摘している。2006年に ザリガニ科のアスタクス属全種と、内田ザリガニ、アメリカザリガニカオルコネクテス属のラスティークレイフィッシュ、南ザリガニ科ケラクス属全種が、外来生物法における特定外来生物に指定された。これにより、2018年1月時点で、ザリガニ科、アメリカザリガニ科、南ザリガニ科は前述の特定外来生物と、日本ザリガニ、アメリカザリガニを除いて、 未判定外来生物とされている。したがって、アメリカザリガニカであるミステリークレイフィッシュの輸入には、環境庁へ届け出を提出し、審査を受けなければならない。ペットショップでの販売には購入者に対する説明義務は課されておらず、北海道立総合研究機構網走水産、試験場の佐々木淳は、飼育者の多くはミステリークレイフィッシュが生態系に与えうる影響を、 理解していないのではないかと懸念している。ありがとうございます。